後半は4人のベストボールで。刺してるのは刺してる？いや、刺してないです。追加出します。この前試合でもやっとった。あ、そうなんす。来たんちゃん。皆さんこんにちは。こんにちは。マイゴルフではメンタルを取り入れたトーナメントプロならではのレッスン動画を中心に様々なゴルフ動画をアップしてまいりますので、よろしければ高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。それでは今回も始めましょう。はい、というわけで後半始めましょうか。はい、めちゃめちゃ暑いですけど、まあ元気に頑張りましょう。後半は、4人のベストボールで、はい、この前ねチーム C が冬バージョン、はい、マサヤじゃなくてマサキの時は、26が出たんで、はい、今回はね、まあ、25を目指して、まあ、目標は3イーグルぐらい。そう、24目指して、まあ、結果25、26切れたらいいかな。前半2人で27やったんでしょ。そうやね。それには負けないように。それには負けない。それに負けた。絶対良くなるじゃないですか。うん。まあそれ、もし28以上になるってことは、どっちかが足を踏まれてる。相当足に座ってる。というわけで、後半も皆さんご視聴よろしくお願いします。お願いします。はい。というわけで、今回は、センチュリー滋賀ゴルフクラブにお世話になってますが、センチュリー滋賀ゴルフクラブでは、最近ね、インスタグラム始めたんですね。はい。センチュリー滋賀のインスタグラム。これね、ゴルフ場の、なんていうやろ、裏側。はい。結構裏側見れるやんな。そうですね。事務所の中とか出てます。で、僕結構ハマってるんですよ、最近。ほんまに。これガチで、これガチでハマってるんですよ。はい、その、従業員の人がね、こう、和気あいあいと喋りながら働いてる姿も。はい、なんかこうね、新鮮なんで、日頃皆さん多分見れないと思うんで、たまにね、2人も出てきてるんですよ。そうです。なんか試合の時とかの成績とかも載ってたりとかしてるんで、まあ、ぜひ皆さんね、下の方にインスタグラムのアカウント名ね、貼っとくんで、ぜひ皆さんチェックしてみてください。フォローもよろしくお願いします。だいぶ面白く頑張ってるんで。確かに。はい。みんな、まあ表では、まあちゃんとしてるんですけど、はい、まあ裏で違う顔がね、こう見てもらえると、実際また、ね、来ていただけると嬉しいですね。そうですね。はい。あの、美人のあのフロントの方とかも結構映ってるんで。そうですね。貴重品ロッカー壊れてるんです。こうやって。よう見てます。ちゃんと見てます。めちゃめちゃ見てる。バーってやってるところを撮られて、はい、うわっみたいな。そんな姿も見れるんでね。ぜひ皆さん見てみてください。というわけで、もう始めましょう。お願いします。誰から行く？黄色で。いや、俺らが置いてたのじゃあ俺か。俺が真ん中置いてる。あの黒だ。ペンある？カメラいける？うん。お願いします。お願いします。全然置けてない。お願いします。お願いします。全然余裕で飛ばしに行ってるやん。どこが置きに行くやん。そういう風に見えへん。もう曲がってるよ俺ら。ほらもう二人に片付けてもらおう。さあ、先行く。はい。体力つけなあかん。お願いします。お願いします。これ、指入ってもらうんじゃないか。これ、えぐいわ。はい。いや、飛びが、ちゃう。えぐい。反発が、えぐい。今俺捕まえてん絶対。そうなん。球がおかしい。一旦から右ってこと。えぐい。そうなん。お願いします。お願いします。ちょっと左目から。はい。おい、完璧。多分えぐい。いやなんかこう落ちるもんな。なんかやっと落ちました球。乗ったらしいです。はい、後半は検証も兼ねて翼プロとマサヤプロがディスタンス系の球を使ってますね。新しく出たスビクソン。
スリクソンの。スリクソンの X2 らしいです。ドラコン用のボールらしいんですけど。行くない？あんな行くの？あんなとこまで行くの？飛び方が違うっす。今の多分めっちゃ遠なったもんな。えぐいっす、多分。あれ角じゃない。じゃあこれは俺やな。あそこにある。これ俺やん。行くのはありましたけど、フェアウェイに翼が置いてくれてるんで撮ります。127。はい。あ、結構あるな。え、前こんな来たんだっけ。前多分この辺。そうやな。すごいや。さあ、翼プロがここまで持ってきてくれました。あら頭上がらんわ。何番ですか。ピッチングで。おい。今、ファイヤーの翼プロが戦略だっていうか。そうです。うん。あじゃ。あれ。あじゃっぱー。アボ。アボ。あ、でかい。ちょっと違いますね。チーン。何やで、僕。127。ありがとう。お。これで1でしたかったな。P。はい。まさや、P は、マックスなんぼ？マックスは145とかっすね。おー、やば。やばい。適当に打ってへん、みんな。あれ？俺らを残すな。刺身。そんな絵で出番残さんで。別に俺ら立てんで絵で。P で。おい。P で。うまいね。もうちょい帰ってきて。スピンで戻るやろ。来い。あ、取った。おー、オッケーオッケーオッケー、うん。どんどん近づいてってるよ。ちょっとこれ、あれ、砂やから。外すわ。やばい。任せてきてや。イーグル取っとかんとな。そうそう、ここマストですよ。お前、どこ打って。マストですよ。どこ打った。あれで全員気抜けた感じあるけど。一人目って大事やな。頑張るわ。これ怪しいな。いきなりピンチ。いきなり。お、ああ。ごめん、ありがとう。うわ、やばいぞ、いきなり。これいきなりやばい。怪しいぞ。誰が悪い？誰が悪い？あれ？あれ？手挙げてる。いや、ボンタンないっすよ。あれは入るよ。あれ入る？入るやろ。あ、パターの神様おるからな。いや、俺ではないけど、誰かおらん。意外と来たら近いってやつね。ボンちゃんええやん。はい。さあ、来ました。これが、イーグルチャンス。いやー、今のちょっと広かったな。俺行く？ボンちゃん行ったら？入ってもらうけどいい？うん、ええよ。あ、セミは、セミの。セミマーク忘れた。一番大事です。あ、セミかと思って。4点。攻撃してきたんだ。これね、結構遠いっすね、これ。見た目、後ろ、真後ろから見たら近く見えるけど、この辺から撮ってみようか、一回。いや、後ろから見てる方がおもろいな。入るか入らへんか分かるもんね。フック？来た。弱い。こ。緊張せえへんですね。緊張せえへん。いいやろ。いいやろな。いいなるのにやらへんのだ。全くやらへん。これきっともう大影響。ここやばい。無理やな、ほん俺が打つ前に直すやん。みんな気になってたん？誰一人言わへん。ライン上にポコポコ鳴ってたんで、いや結構打つ前に直したんですけどね。誰一人言わへんやん。こいつハイランから打たせとけみたいな感じ？あ、まあそういうことや。まずいなぁ。チームメイトとは思わへん。単なる生贄やから。すごい、マみたいになってるやん。トンボが止まりかけとったから行った思ったけど。うわ。翼行く？どっちもいいっしょ。行こうか俺。
殺すパターンうまい。最後に追い込まれた方が。おぉ、さすが。さすが、スポーツ選手。あんま切れへんな、でも。最後切れんかったっすね。ポコポコっていった分まっすぐいったの。うん。入ったもんだけど。ポコポコモードはするよ。直しや、ちゃんと。直した。今回届くように、いっぱいちゃんと。ペッ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 抜けた入った思った。え？ど あんま切れんぞやっぱり。フチぐらい。いやフチ外しぐらいじゃん。外すのは外す？ちょい外しでいい。これはピンチやど。やっぱりね所属プロやから。所属プロに決めてもらう。ボール1個ぐらい。うん。いやそんなミンでいい。いいっすか。うん。強かったら。うん。届かしてなとりあえず。結構ええ感じで打ったと思ったんですけど、ね、いや、そうやな。なんで？え、全く曲がらへんねんな、これ。ここイーグルマストじゃなかったっけ。これで、ちょっともう20いくつでした5は。うわ、鬼むずいラインなんかもしれん。これ微妙かもしれんな。普通にむずいやろ。まあ、だいぶバーディー。まあ、言うてバーディーですからね。どっか取ったい。次取ろう。え、次ロング？ミドル。イーグル取れんの？乗る乗る。ありがてえ。買ってから気づくやつやな。俺も打つ前までや。フックちょいせえへんから、ちょっと薄めに読もうかなって思ったけど、あ、それでも曲がらんか。でも最初打ったもんちゃんと曲がってましたけどね。まあ、あれ弱いからやろ。やっぱちょっとボコって残しといた方がよかったな。ああ、なるほど。そういうこと。考えや、そこまで。全部計算に入ってて、あなた届いてないからね。ご自分さえ、ちょっと帽子だけ冬仕様なんですけど、こういうとこやっぱちゃんとしてもらう。あ、はいはいはい、25。さっきまで22とか。お前とか、お前とか出だしバーディーの瞬間もう25よ。急に弱気。暗いですよ。暗い暗い。行きましょう。なんだってね、マサヤはね。こっちの最終ホールでアルバトロス取ったことあるんですよ。くぅ、最悪そこに任せるわ。心強っ。今日入れましょうか。いい、奥291.6。ピンまでですか。うん、291.6。俺から行こうか。ほなら、これでも激震食ったらでかい。絶対でかい。え、グリーン、うん、ピン奥、あれ奥目やけど291しかない。あ、俺も乗るん。チームになったから乗るんですか。しようしよう。お、ああ、ペラった。ペラりすぎた。ロブ打ちすぎたよ。どこ？乗ったな、乗った。右手前。でも全然遠いわ。はい。なになにそれ。T。刺してるのは刺してる？いや、刺してないです。時間出します。いやー、ありがたい。動画のこと考えてくれてるね。いや、でもこの前試合でもやっとった。あ、そうなの、うん、ガチでやる人。ガチでやる人、この人。は？近ドラであんな行くん。え？グリーン横っす。これどうしようか。近村の玉じゃないや。は？は？いや、ボンちゃん、意外とね、ここあなたがぴったりかもしれへんよ、距離。あら。ちょっと大きいかもしれないからカットするんだよ。せんでえって。バンカー手前とかなるって。あー、こういう時に限って戻らん。スプーンじゃん、翼。
し、普通にスプーンでいかへん。無理かな、転がらへんか。多分何止まりする。ああ。X2 の力見せてくれ。X2 でスプーンでいくらしいです。宣伝みたいになってる。ほんまや。いや、別にいいけど。もうそういうのに慣れといた方がいいやろ、俺らも。あ、俺乗ってるけどな。あ、うん。来たんちゃん。ちょっと右。ワンカミ。おーい。あ、これ近いわ。まあまあ。ナイス。普通に、多分距離はぴったりかな。えぐ。スプーンで距離ピタです。291スプーンです。頭おかしいです。ありがとうございます。さすがっすね。ありがとうございます。そしてマサヤは、直ドラで調整とあなたはあんなんせこいよな。直ドラであの球打てるんやったらもうちょっと下っ面当たってこう飛ばへん球打つんじゃないの。飛ばへん球打ったのがあれやね。あれですか。あれが飛ばへん球や。 あれなりに楽しみと柴田直ドラでグリーン横まで来ました。誰かのボールがないと。ほっとこ。いい？もうほっといて。普通に僕のドライバーで翼のスプーンの方が飛んでんな。そう考えたらえぐない。あれ、てか俺やばいわ。俺センスあるわ。見て、めっちゃ止まってんねんけど。ボンちゃん、あ、来てる。結構来てるな。確かに X パワーやな。すごいわ。ボールです。あ、翼ありがとう。ごめん。翼やったらもうその場ぐらいですけど、スプーンとか。これはもうこっちやな。翼ボールの方が近い。さあ誰から行く。俺が距離合わせてるか。うん、生贄。おいみんな直せよ。はーい、どうします。俺をする体力はもう俺にはないわ。間違いない。俺もう一個が限界よ。もうやら、もう行って。俺だいぶ握ると思ってるし。せやな、これでも、結構フックするよな、これ。結構すると思います。見えるぞ。よっしゃ。お願いします。あ、ゴー、ゴー。ワインは良かった。弱い思った。マジか。まあ上りやもんな。そうそう。あ、マジか。うん、おしま。え、下り。名車ほんま。名車行った方がええわ。おしまがある。いる。いや一応そうだ。飛ぶな。飛ばしてるやろ。転ってた。さあ強めに行こう。マストやで。イーグルマスト。マスター思うからかんちゃん。来た来た。え、うそよ。うわぁ、うわぁ。ええ感じやった。順番一緒で行く。行きますか。せやな。ちょっと変えた方が入りそうで。今んの。ナイス。そのボンちゃんのマーク取ってもしといたら。行きます。うん。そんなもゴミマークと。やれや、あんな勝負。もう入れるやろ、翼さんなら。せやな。え、ええー、ぞ。来い、切れば。来い、切れば。ブレイク、ブレイク。うわぁ、うわぁ。な、あそこやな。入れといていいよ。いいですか。入れとこうか。うん、お大事に。えぐいな。お願いします。結構しっかり打ったつもりだったんですけどね。ああ、そしたらバーディーは確定や。あ、どう。ああ、さあ。いや、あれでぴったりない。ナイスバーディー。ナイスバーディー。くっそー。
ここは行きたかったな。申し訳ない。ちょっとみんな暗いよ。バーディーバーディーは取ってるやんね。バーディーバーディー取ってるけど暗いよ。まあまあまあ、しゃあないな。え、25ってことはなんだ。スイーグル11アンダー。おお、えぐいな。どっか入れたらいいねんよ。入るやろ。スイーグル。4人打ったらね。どっか、どこぐらいね。まあ、とりあえず、こっからは、ひたすらちゃんとバーディーを刻んでいけるか。はいはい。動画のご視聴ありがとうございました。高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。アボアボ。